ただいまより第17回日生バックステージ賞贈賞式を始めさせていただきます。私は今日の司会を務めさせていただきます春風ひとみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の主役である平成23年第17回日生バックステージ賞を受賞された方々をご紹介申し上げます。龍前のり子様でございます。龍前氏は1949年から近衛管弦楽団の近衛氏、東京交響楽団の丹下氏、藤田氏に社風を教わり、楽譜係の仕事を始められ、1964年から1971年まで、読売日本交響楽団で楽譜係として在籍。その緻密な仕事ぶりで、長年ライブラリアンとして日本のオーケストラ活動を裏から支えてこられました。どうぞお席におつきくださいませ。第17回日生バックステージ賞、龍前のり子殿、あなたは長きにわたりライブラリアンとして指揮者や演奏家が安心して演奏に専念できる環境を整え、数々の演奏会を成功に導いて日本のオーケストラ活動を支えておられました。これは舞台芸術の振興に大きく貢献するものであります。ここにそのご功績をたたえ日生バックステージ賞をお送りいたします。平成23年11月15日公益財団法人日生文化振興財団理事長を感じます。おめでとうございます。少々大きいものですのでどうぞお気をつけてお受け取りください。賞金100万円、終身年金年額50万円以上でございます。続きまして川口光三様でございます。奥様の青山真理子様のステージをお越しくださいまして、1968年劇団俳優座舞台監督部に所属、千田是也氏演出作品を多く手掛けられ、1985年から舞台監督部長として摂庵の前任、カラマーゾフの兄弟など多くの舞台を成功に導かれました。2008年からは劇団の総務部長、俳優座養成所所長を兼任、新人俳優とスタッフの育成にも取り組んでいらっしゃいます。どうぞお席におつきくださいませ。委員長より賞状が贈られます。第17回日生バックステージ賞、川口光三殿、あなたは長きにわたり演劇の舞台監督を務め、数多くの公演を成功に導いてこられました。さらに演劇を志す多くの人々と交わり、後進の育成にも熱心に取り組んでこられました。これは舞台芸術の振興に大きく貢献するものであります。ここにそのご功績をたたえ日生バックステージ賞をお送りいたします。平成23年11月15日公益財団法人日生文化振興財団理事長を感じました。ありがとうございます。どうぞお聞きくださいました。目録、第17回日生バックステージ賞、一つ賞金100万円、一つ終身年金年額50万円以上でございます。以上をもちまして第17回日生バックステージ賞の贈賞式を終了させていただきます。ご参加いただきました皆様方には長時間にわたってご協力いただき心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。